で、肯定的な意見だけしか述べない人のことを僕は泥棒じゃないかとすら思ってます。このように決断をせずに生きている人が本当に多いんだなぁと気づかされました。この選択という言葉を正しく教えてくれた本があるんですね。鬼滅の刃一巻で富岡義勇さんがですね、いいこと言ってましたよ。お疲れ様です。うなさんです。あまりですね、声が出ないんですけれども 動画撮ってます。今日はですね、29日ですね、もう日付も変わって30日になろうとしている頃です。Twitter のフォロワーさんはご存知かと思うんですけれども、おとといの27日にいわゆるコロナワクチンのですね、2回目接種を行いまして、28日に40度の発熱をしまして、接種から50時間くらい経って、ようやく微熱レベルまで下がりました。他には頭痛とかですね、下痢、筋肉痛、関節痛を経験しましたね。仕事からどうしても打たなければならなかったので、僕は打ちました。僕個人としては、僕以外の誰かに迷惑をかける心配がなくなったなということで、安堵感がありますね。ただ僕個人が皆さんにお勧めしているわけではないですので、個人の判断で決めてくださいね。うなさんが打ってたから僕も打とうみたいなのは絶対なしなんで、やめてくださいね、そういうのはね。こういうものは自分で選択、決断するのが大切ですので、よろしくお願いしますね。YouTube を始めてですね、僕自身も肯定的な意見を話す動画から、否定的な、批判的な意見を話す動画まで、様々作ってます。全ての物事に対して肯定的であるはずがないんですよ。肯定的であるはずがないと僕は思ってます。それが自分の大好きなものに対しても全て肯定的であるはずがないと思ってます。たくさんのものに対して肯定的な意見だけしか述べない人のことを僕は泥棒じゃないかとすら思ってます。人間にはですね、笑顔で肯定的な意見を述べながら近寄ってくる人をですね、好きになってしまう性質がどうしてもあるんですよね。そんな人は自分がですね、売りたい商品を売るスキルがあるわけですよ。この「地上最強の商人」っていう本にも書いてあるんですけれども、物を売れる人は得てしてそういうものです。営業マンが売りたいものとですね、お客さん、僕らが買いたいものが一緒だったらいいんですけれども、世の中無駄なものを売りつけられているものばかりなんですよね、実はね。だって清水の舞台から降りるように買った高級な革靴でさえ、履かなくなって売る人が出てくるわけですよ。YouTube ではこの前買ったのにすぐに売りました動画すらありますからね。決して売るのが悪いっていう話じゃなくて、人間は心の底から選択していないってことなんですね。結果にコミットとか言ったりしますけれども、大した決断をせずに生きる人が本当に多いなと感じています。僕も決断する能力って低いなって自分自身思うんですよね。思うからこそ、そういう意味では僕は多くの選択肢を普段から持たないように生きてます。日々決断に迷いが出ないようにしてますね。分かりやすく言うと、この店ではこの定食を食べるみたい。僕は普通の時間のマックではダブルチーズバーガーとポテト、そしてマックシェイクのバニラを頼むっていうふうに決めてるんですよね。絶対にこれです。朝マックは違います。
まあ、ミニマリストの方とは違うんですけど、この領域ではもうこれでいくって決断をするんですよね。まあ、なんかですね、最近いろんな人に関わっているとこのように決断をせずに生きている人が本当に多いんだなと気づかされました。はい、でこの選択っていうことに対して、まあ、ウナはどうやって学んだんだってよく聞かれるので、それについてお話したいと思います。この選択という言葉を正しく教えてくれた本があるんですね。それがこれです。7つの習慣って本ですね。この本はですね、いわゆる自己啓発本って言われる本なんですね。僕はあまりこの自己啓発本関連の本でたくさん読まないんですけれども、まあその中でも読んだ本の中の一冊です。でこの7つの習慣っていう本の中で人生の選択について説明されていまして、〇〇と〇〇の間に選択の自由を持つと書かれてます。皆さんわかります？この〇〇と〇〇の間に選択の自由を持つってやつですよ。まあ、一度考えてみてください。シンキングタイムスタート。I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. では正解です。刺激と反応の間に選択の自由を持つです。難しいこと言ってます。まあ、毎日生きているとまあ刺激されることってありますよね。まあ、ポジティブなことからネガティブなこと、まあ、そのような刺激を受けてどのように反応するかってことですよね。まあ、ポジティブな映画を見て楽しくなるとか、ネガティブな動画を見て悲しくなったり怒りを覚えたりとかっていうことですよね。まあ、A って刺激を受けて B って反応するっていうことなんですけれども、まあ、この A と B の間に選択の自由を持つっていうのが人間って書かれてるんですよ。まあ、選択の自由を持たない、要は選択しない、刺激を受けたらパブロフの犬のようによだれを垂らすのは動物だってことなんです。そうだから、ポジティブなことを受けてただ単に喜んだり、ネガティブなことを受けてただ単に悲しんだり怒りを覚えたりするのは人間じゃないってことなんですよ。鬼滅の刃一巻で富岡義勇さんがですね、いいこと言ってましたよ。生殺与奪の剣を他人に握らせるな。まあ鬼滅で見た時にですね、当たり前やんけって思いましたけど、まあ、この生殺与奪剣をググるとですね、まあこれが出てくるわけですね。この生殺与奪剣が刺激と反応の間に選択の自由を持つっていうですね、この本質だなと思って僕は生きてます。まあ、何かこう刺激された時にどう反応するか、それに対してどう選択肢を持つかっていうことこそが生きるか死ぬかを自分で決めることだなと思ってますよ。はい。まあもし日々迷うことが多いなと思って苦労されている方はですね、この選択肢を増やさないっていう、この選択を楽にする生き方をですね、参考にしてもらうといいかなと思います。はい。まあ、最近こういろんな変化がありました。まあ、ヌリオさんやズヤさんがですね、動画制作チームを作ってですね動くようですし、まあ、僕の友人のカメラマンの日々っていうのは写真展をですね行ってます。ゼッシュンさんの動画は最近本当ですねいい感じになってますよ。洗濯物も乾きにくくてイライラするような日が続きますが、我々革靴大好き星人たちが一番気にかけているのはもうあれしかないですよね。そう、カビ。はい。あとは靴磨き職人とその妻チャンネルのタクさんやみきちゃんはですね、楽しく大変な子育て真っ盛りだと思います。はい。
なので僕の方からですね、なかなか連絡しづらいので、あのプレゼント渡したいからですね、ぜひ幸せな連絡を待っています。はい、まあ、その他ツイッターやインスタで、まあ、日々様々な方と仲良くさせていただいております。本当にありがとうございます。今年は仕事が忙しいのでこんなペースの動画が続くと思いますけれども、引き続きうなぶろをよろしくお願いいたします。はい以上です。チャンネル登録高評価を待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。